俺の名はモブオ。電車で寝過ごしてしまい、見知らぬ駅にたどり着いてしまった。一応駅に降りたはいいけど、どこだここは。何何？キサラギ駅？聞いたことない場所だな。立ちました。何の取り柄もない男モブオ。そんなモブオの前に現れた女の子の正体は死亡フラグ。モブオは死亡フラグを回避することができるのか。全力回避フラグちゃん。フラグちゃん、よかった。ちょうど知らない駅に着いちゃって困ってたんだよ。ここどこだか知らない？知ってますよモブオさん。ここはキサラギ駅です。キサラギ駅にたどり着くのは死亡フラグですよ。キサラギ駅って聞いたことないんだけど。っていうか駅にたどり着いて死亡フラグって何？キサラギ駅はネット上で有名な都市伝説です。キサラギ駅は実際には存在しない場所なんです。けど俺もフラグちゃんもキサラギ駅にいるけど。だからまずいんですよ。キサラギ駅に迷い込んだら最後、二度と元の世界には戻れないと言われています。なんだって？線路を歩いて帰る。フラグちゃんの話が本当なら脱出の方法を考えないと。そう簡単には脱出できないと思いますけどね。ここって電話つながるのかな。ダメ元だけどモブミに電話してみるか。ん？誰かしら。ああモブオか。ムシムシ。クソダメだ。やっぱり電話はつながらない。これがキサラギ駅なのか。無視されただけじゃないですか。そうだ、線路を歩いて来た道を引き返せば帰れるんじゃない？スタンドバイミーみたいに。モブオさん、死亡フラグですよそれ。線路を歩いてて電車が来たらどうするんですか？とか言いたいの？大丈夫、すぐに避ければ平気だって。何ですか今の。私のモノマネですか？全然似てませんからね。片足のおじいちゃん。ボン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 。When the night。 線路を歩きながら歌ってみたかったんだ。ずいぶんとのんきな人ですね。それにしても人の気配が全然ないな。周りも霧で覆われてるし。ねえフラグちゃん、聞いてる？あれフラグちゃん、おいフラグちゃん、どこ行ったんだよ。もしかしてフラグちゃんがいなくなったってことは死亡フラグが折れたってこと？じゃあ無事脱出できたってことか。やっほー。危ないから線路の上を歩いたらダメですよ。なんだまだいたのかフラグちゃん。せっかく死亡フラグが折れたと思ったのに。あれどちら様ですか？ここまで来れば大丈夫なはず。そんなに怯えなくてもいいのに。なんだフラグちゃんか。よかった。死亡フラグを前にして安心されるのは心外ですね。それより聞いてくれ、さっき片足の老人が出たんだ。きっと幽霊に違いない。やっぱりこの駅やばいよ。ネットの掲示板にも線路を歩いて駅を離れようとした投稿者が片足のおじいさんに遭遇したっていう全く同じ報告がされてますからね。なんで先に言ってくれないんだよ。モブオさんが走って行っちゃうから伝えられなかったんですよ。イサヌキトンネル。なんかさっきから太鼓と鈴の音が聞こえない？これも掲示板の書き込みと同じですね。このトンネルはイサヌキトンネルと言われているそうです。もしかしてここでもなんか怪奇現象が起こってるの？このトンネルを抜けると車を持った人物と遭遇して近くの駅に送ってくれると言ってくれるらしいです。え？それじゃあここを出れば助けてもらえるってこと？じゃあすぐに行こう。待ってください、話は最後まで聞いてください。掲示板の書き込みにはまだ続きがあるんです。続き？その男の人の言葉を聞いて車に乗りしばらく走行していると全く知らない山奥に連れて行かれてしまったそうです。そしてその後投稿者の投稿は途絶えてしまったのです。もしかしてその助けてくれた男も幽霊だったってこと？ですから脱出はやっぱり難しいと思います。いや、起きることが分かっているのであれば対策はできる。俺、脱出の明暗を思いついたよ。明暗？脱出方法。ようやくトンネルを抜けましたね。君たち、こんな夜遅くにこんな場所で何してるの？よかった、実は迷子になってしまいまして。それは大変だったね。よかったら近くの駅まで送ろうか。本当ですか？ありがとうございます。それじゃ車に乗っ、うれっ、うわっ、な、何を。この車はもらっていくぜ。完全に悪役。これでこの場所ともおさらばだ。モブオさん、早く運転しないと。これよく見たらマニュアル車じゃねえか。俺オートマしか運転できないんだよ。
俺の車を返せ。立ちました。やっぱり幽霊だぞこいつ。逃げろ。待て。脱出方法その2。絶対に逃がさないぞ。しつこいな。いい加減諦めろよ。くそ、体力の限界が。もうダメか。もう声は生存フラグさん。絶対死ぬと思った時は大体生き残る。つまり生存フラグじゃ。助かりたければ早く乗れ。無謀さん、列車です。さすが生存フラグさん。無謀さん、早く逃がすか。え、あ、無謀さんここに迷い込んだものは絶対に生きては帰さんぞ。離せ幽霊。俺は列車に乗って元の世界に帰るんだ。幽霊じゃと。いい加減離れろ。無謀さん、早く。分かってるよ。え、なんで列車発車させてるの。生存フラグさん、まだ無謀さんが乗ってないですよ。気が変わった。一秒でも早くこの場を去らねば。帰らせてもらうぞ。一体どうして。もしかして生存フラグさん、お化け苦手なんですか。うるさい、黙れ。待って、置いてかないでくれ。すまんモブオ、わしは貴様の思い出の中にだけいる女。わしは貴様の少年の日の心の中にいた青春の幻影なんじゃ。セーテルExpress 39 will take you on a journey, a never-ending journey. Journey to the star. Express 39 will take you on a journey, a never-ending journey. Journey to the star. モブオさんが巨乳美女にモテモテ王国を建設するにはこちらの契約書にサインを。するする。 D 立ちました。フラグちゃん、その契約は死亡フラグです。この人と一緒にいる人間はろくの身に合わないんですよ。そうなの。なんか契約するの怖くなってきたな。俺ちゃんはそんなに怪しいものじゃありませんよ。こちらの自己紹介 PV をご覧ください。ブラックチャンネル。俺ちゃんのこと分かっていただけました。さらに詳しく知っていただくにはこちらのアニメチャンネルブラックチャンネルをぜひご覧ください。このサトシって子供、愚かで面白いな。サトシくんには死亡フラグが立ちっぱなしです。フラグ回収の参考になるかも。面白いでしょ。ぜひチャンネル登録よろしくです。うん、はい。あれ、そういえば私どうしてこんなところに。俺ちゃんを知ってもらえたことですし、契約書にサインを。よし。思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんってフラグちゃん。